第十二中継所二本松市役所前です。上空は青空、雲の間から時折強い日差しが差し込んできます。この駅伝日和に誘われて沿道にはたくさんの子どもたち、小旗を振って先頭ランナーが来るのを待っています。12区も福島氏がトップの座を譲ることはありませんでした。柳慎太郎44歳、自衛隊福島のベテランです。さあラストスパートだ。福島国際マラソンにも出場しました。たすきを受けるのは田崎健太郎、20歳、高崎経済大学の2年生です。去年は12区を走りました。さあ自衛隊パワーだ、柳慎太郎。今柳から田崎にトップでたすきを渡しました。今倒れました柳、でも頑張った。さあ10年ぶり8度目の総合優勝を目指し、福島市がトップです。2位のランナーが入ってきました。ナンバーカード4番いわき市です。わらがい聖也、城西大学1年生初出場。福島駅伝は憧れだった、素直に嬉しいと言っていました。さあ苦しみながらも頑張った。たすきを受けるのは長谷川健太、いわき高校2年生今たすきが渡りました。2位でいわき市、総合3連覇果たしてなるか。そしてナンバーカード3番郡山市、横堀雄大から安倍正則、3位で郡山市、今右手を上げました。郡山市が軽快に安倍正則第3位です。4位の選手です。たすきを手に取りました。ナンバーカード2番、会津若松市、門馬亮太、会津高校1年生。去年は3区を走って悔いが残った、リベンジの走りをしたいと言っていました。渡辺隼人、たすきを受けるのは若松五中の先生です。生徒も応援しています。今たすきを受け取った若松五中の先生、渡辺隼人が軽快に行きました。第4位会津若松です。22第5位で入ってきたのは須賀川です。太田元気キャプテンから田村一平社会人ランナーに今たすきが渡りました。須賀川が第5位で通過です。石川町、長田匠、学校石川高校1年から松下龍太、石川技術中学3年生にたすきが渡りました。そして地元二本松、阿部哲也、社会人ランナーから渡辺和也、20歳になりました。社会人ランナーにたすきが渡りました。地元の声援を受けて二本松が行きました。8番手できました35番、会津美里町、大きく手を挙げたのは河野隼人。さあ金田智之キャプテンから河野津にたすきが渡った35番、会津美里町が8番手で行きました。オレンジのユニフォームが踊ります。9番手のチームは5番白川市です。藤田健初出場から大住博之、たすきが渡りました。白川市、そして7番が北方市です。小熊光太、日大1年生から長島雄太郎、神町駐屯地、今たすきが渡りました。入ってきたのは18番矢吹町です。星ジョージから山田昭之に今たすきが渡りました。11番目、
間もなく一斉スタートになります。一斉スタートまで30秒前となりました。10秒前のコールです。さあ後続のチームが来るんでしょうか。5秒前のコールです。今無念の繰り上げスタートの笛が鳴りました。たすきをつなぐことができず、この第二中継所たすきを持って駆け抜けました。46番泉崎村3連覇を目指しましたが、たすきをつなぐことはできません。そして10番田村市宿本健二も本田翔太郎にたすきをつなぐことはできませんでした。村信3連覇を目指します泉崎村たすきをつなげず、そして17番影見石町、11番南相馬市も無念、たすきをリレーすることはできませんでした。第12中継所中継ラインに47番で入ってきたのは中島村郷健介。残念ながら13区の選手にたすき渡しはできませんでした。41番です、浪江町吉田龍平2年ぶりの出場。そして33番ラストスパートをかけました会津坂下町田中優太。続々とこの第12中継所中継ラインに選手が入ってきています。34番柳津町二平亮太今中継ラインに入りました。45番です西郷村竹村和弘、浪江町から避難して今年初めて西郷村から選手として出場しました。頑張りました。たすきをつなぐことはできませんでしたが、しっかりとした走りを見せました西郷村の竹村和弘です。25番です三春町黒橋之助田村高校1年生。そして32番です猪苗代町国分伊三郎猪苗代消防署キャプテンです今中継ラインに入りました。そして24番古殿町水野博道も入ってきました。さらには48番鮫川村前田大輝キャプテンも今中継ラインに入りました。さあラストスパートです。13番本宮市鈴木智弘防衛大学2年生よく頑張りました。そして12番です伊達市横山元気10月に結婚来年はパパになるそうです。お父さんも頑張りました。そして14番郡町石井武明福島高校2年生42番新地町海老原博信23年ぶりの出場よく走りました38歳社会人ランナーです。16番川俣町佐藤美吹福島南高校1年生そして49番玉川村車田武文キャップふるさと選手です30歳53番希望福島五ノ井豪金山町入ってきました。そして19番です棚倉町菊池彩と花輪工業高校3年生です。そして51番です北塩原村内海翔吾今中継ラインに入りました会津学校高校1年生そして27番南会津町羽賀勇気初出場頑張りました。そして36番です広野町和賀わらがい雄一も今中継ラインに入ってきました。そして37番です奈良葉町佐藤雅人社会人ランナー30番は西会津町長澤克也も今中継ラインに入ってきました。そして39番大熊町吉田光義高知県選手27歳11回目の出場44番天栄村吉田哲也社会人ランナーも今中継ラインに入りました。第12中継所
そしてナンバーカード20番です、山吊橋藤井丈一郎24歳、さらには21番です花輪町、ユニフォームを一新しました後藤直樹、花輪工業高校2年生も今中継ラインに入りました。そしてスパート23番浅川町、そして40番双葉町、浅川町須藤博友16回目の出場、40番は双葉町、そして富岡町8番は相馬市、50番平田村、28番下郷町、52番飯舘村も今中継ラインに入ってきました。下郷町も入ってきました。そして15番国見町田口光一、18年ぶりの福島駅伝復帰、全力で頑張りました。ランナーの姿は見えました。31番です万代町です、飯塚誠会津工業高校の先生です、生徒も応援しています。さあ先生頑張った、ラスト、はい、万代町が今中継ラインに入りました。飯塚誠今中継ラインに入りました。そして43番です大玉村武田智道48歳ベテラン社会人ランナーも今入りまして軽く一礼をしました。これで第12中継場53チームすべてが中継ラインに入っています。